ですね、はい、あのソ連で発表されました、さっき言ったね、うん、レインボーウォーリアーズなんですけれどもね、はい、これは発売日にピーター・ガブリエルとかね、私の好きなクリスチャン・ハインドとかですがね、はい、クレムリン近くのレコード店でサイン会をしたそうなんですけど、それが約3000人のファンが殺到しまして、お店が壊れてしまったという、ね、もしかしたら僕たちも行っちゃったかもしれないよね。ですね、はい、でも怪我にはなかったです。はい、続いてはこちらです。はい、第2回目のチェックザネーション、今夜はオフラハザの人気で一躍注目を浴びています国、イスラエルを取り上げてみたいと思います。はい、イスラエルなんですけれども、今僕たちが住んでいる日本がここでございましてですね、この日本からもアジア大陸、中国、インドね、パキスタン、アフガニスタン、イランとこうずっとこう地球をもう半分近くこう回ってきます、うん、と地中海にぶち当たるんですけども、地中海の一番東の端っこ、これがまあアフリカ大陸ですからね、アフリカ大陸の、このヨーロッパの間っていうか、地中海の一番左側に、あるですね、人口400万人の国なんですけども、このイスラエルのですね、ポップスが今どういう風になっているかというのを今日はたっぷりとご紹介したいと思います。はい、お客様です。